皆さん、こんにちは。スターダスト、ネクストガールズです。朝日奈吹です。今日は、もうすぐバレンタインということで、バレンタインに向けて、生チョコタルト作りをしていきたいと思います。イェイ！オーブンもいらずに、焼かずにできる、とっても簡単なものを今から作っていきますので、ぜひ、最後までご覧ください。それでは、どうぞ！はい、まずはこのビスケットをこの袋に入れて細かく砕いていきます。私はこちらのビスケットを12袋使います。 180g です。ビスケットはお好みのもので OK です。はい、じゃあこれを袋の中に入れていきます。12袋ここに入れました。そしたらこちらのビスケットを細かく砕いていきます。なんかビスケットはボウルに入れて、こういう棒で潰すっていうのでもいいんですが、結構それだと大変なので、ビニール袋やジップロックに入れてこうやってコロコロしたりするのがやりやすいかなって思います。細かくなってきた。バレンタインは私は中高時代手作りすることが多かったんですけど、女の子の友達といっぱい交換し合って、可愛いなんかお菓子とかを作ってくれる方がすごいいっぱいいるんですよ、友達で。それをもらうのがめちゃくちゃ楽しみで、なんか交換しよう交換しようって言っていっぱい交換してました。楽しかったなぁ。食べる専門だったかもしれない。OK。そしたら、こちらをボウルに移し替えて、生クリームを加えます。生クリーム 70g を加えます。こちらのゴムベラで混ぜていきます。このような感じで、優しく混ぜてあげてください。このように生クリームと、ビスケットが綺麗に混ざったら、こちらの、型に、入れていきます。ミルクチョコレートとダークチョコレートを使って、チョコを溶かしていきます。板チョコは全部で4枚使います。ミルク2つとブラック2つで作っていきます。やっぱりチョコを開けるとなんかバレンタイン来たなって思う。いい香り。湯煎したチョコに生クリームを 160g 加えて混ぜました。こんな感じでチョコと生クリームがいい感じに溶けていて、すごくチョコのいい匂い。チョコができました。冷やしておいた型に、先ほど湯煎したチョコを入れていきたいと思います。おー、すごい。チョコのいい香りがする。はい、今チョコレートを、このような形で流しました。そしたら、これを4時間冷蔵庫で冷やしていきたいと思います。次にイチゴを切っていきます。板を切って、半分にこのように切っていきます。いちご、こんなような形で切れました。じゃあ、チョコに盛り付けていきます。ではでは、盛り付けの方に行きたいと思います。緊張する。これは自分のデザイン性が試されます。大丈夫かな？
じゃじゃーん、どうでしょうか。今いちご折りました。じゃこの上に最後に仕上げにピスタチオを乗っけていきたいと思います。最後に粉砂糖を振りかけて真ん中にピスタチオを盛り付けました。少し粉砂糖をかけすぎてしまったんですが、無事完成できてよかったです。この生チョコタルトケーキ、本当にとっても簡単にできるので、皆さんもぜひ作ってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。朝日奈吹でした。またねー。